これまで紹介してきたものの中で実は一番大事な方法だったりします。取り入れたことによって1ヶ月で7キロ減量成功したんですよ。ダイエット中には良くないだろうなっていうあの行動が科学的に良くないということが証明されたことです。皆さんこんにちは、トメです。トメです。今回は何ですか？今回ですね、筋トレ科学から見たお腹の脂肪落とす方法7選。皆さんはお腹の脂肪を落とすために正しい努力ができていますか？よく僕らの元にとりあえず腹筋頑張ってますとか、こんなダイエットがいいと聞いてこれをやっていますっていうコメントをよくもらうんですね。僕らも昔は流行りのダイエットをいろいろ試したりとかしていろんなダイエット方法をやってきました。ただその情報が間違っていたということもあって無駄な努力をしていたんですね。もしそのまま間違っていたダイエットをしていたらここまでお腹の脂肪を落とすことはできませんでした。ですが今回紹介することを徹底することによって科学的に認められたお腹の脂肪を落とす方法を知って確実にお腹の脂肪を落とすことができます。実際に僕らも科学的に認められたダイエットをしたことによってダイエットに成功してバキバキの腹筋を作ることもできましたし、たくさんの食事指導性も結果を出してるんですね。ぜひ皆さんも今回の動画を通して正しいダイエットを学んでお腹の脂肪を落としていきましょう。また今回紹介する科学的に認められたダイエット方法以外にも会社員の方でも無理なく筋肉をつける方法だったり誰でも再現性の高いダイエット方法なども発信してますんで、ぜひ今後お見逃しのないようにチャンネル登録をお願いします。早速筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法を7つ紹介していきます。筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法、一つ目は腹筋以外のトレーニングをする。皆さんはお腹の脂肪を落とそうと思った時にまず腹筋トレーニングしよう、そう思ったことってありませんか？これ誰しもまずは腹筋の脂肪を落とすなら腹筋トレーニングしようと考えるんですよ。僕らも昔そうだったんですね。ただ今回紹介する腹筋以外のトレーニングをした方がいいよっていう内容を僕らが知った時って本当に衝撃的で、実は腹筋をしてもお腹の脂肪っていうのは落ちないんですね。そしてむしろお腹以外の部位を鍛えた方が結果としてお腹の脂肪って落ちるんですよ。そして今回も科学的な論文を紹介していくんですけど、アメリカの論文によると40歳までの男女を対象にして6週間腹筋をするという実験を行いました。その結果筋力っていうのは増加したんですけど、体脂肪率だったり内臓脂肪率、お腹周りの腹囲っていう数字は改善されなかったっていうことが分かったんです。これはね、別に腹筋に限らず他の部位に関してもそうで、筋トレをしてから直接脂肪が落ちるっていうわけではないんですね。今の話を聞いて、腹筋トレーニングを頑張ってる人もいると思うのよ、じゃあ今の俺の努力って意味ないのかって思った人もいると思うんですけど、そんなことはなくて、腹筋トレーニングをすると腹筋の筋肉が大きくなるんで腹筋がよりバキバキに見えやすくなるんですよ。ただ腹筋トレーニングをすれば直接的に脂肪が減るってわけではないんで、そこは食事とトレーニングっていうのを両方両立していくことが大事なんですね。本来筋トレをして痩せるっていうのは筋トレをしたことによって筋肉が増えた結果代謝が上がって結果として1日の消費カロリーが減るので痩せやすくなるっていう原理なんですね。なので腹筋だけを鍛えるっていうよりかは痩せるっていう点においては全身の筋トレをした方がより効率的に脂肪が燃えて痩せやすくなるという話です。で全身の筋肉の中でも特に大きい筋肉、例えば胸だったり背中足っていう俗に言うビッグ3って言われる部分なんですけど、こういった筋肉を鍛えることによって筋肉量が増えて基礎代謝っていう部分が上がりやすくなるんで、ぜひこれまで腹筋トレーニングだけを頑張ってたって方はそれに加えてこの3つの部位も鍛えてみてください。続いて筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法2つ目はトレーニング前に動的ストレッチを行う。ストレッチっていうと皆さんいろんなイメージあると思うんですけど、大きく分けて2つあるんですね。それが静的ストレッチと動的ストレッチっていうのがあるんですよ。静的ストレッチっていうのは読んで字のごとく静かなストレッチ、例えば開脚だったりとか息を吐いてゆっくり伸ばすストレッチで、逆に動的ストレッチって何かっていうと伸脚とか屈伸とかこう体の反動を使ったストレッチ、この2種類があるんですね。で筋トレにおいてこの動的ストレッチをすることでトレーニング強度を上げれますよって話なんですよ。でこの動的ストレッチが筋トレに効果ありますよってことを発表した論文があるんでそれをちょっと紹介します。2015年に日本の研究者たちが出した論文によると動的ストレッチをする前よりもした後の方が最大筋力が高まったことが実際に分かってます。まあ、つまりウォーミングアップをすることで体が温まって筋肉の可動域が広がるんですね。で可動域っていうと体を動かせる範囲が広まるんですよ。まあそうするといつもよりも重たいものを持てるようになったりとかいつもよりも効かせやすくなったりするんですね。まあその結果筋トレの強度が上がって筋肉がつきやすくなるってことなんですね。これさ、もう俺らもトレーニングの前に必ずウォーミングアップってやってるよね。やってるね。だいたい 2,3 分かけて肩を回したりとか関節を温めたりとかするんだけど、こういうのをなくしていきなりやったりとかするとやっぱ怪我したりするのね、だから怪我っていう部分においてもこれってマジでいいよね、特になんかベンチプレスとかの時全然違うんだよね。全然胸のさ動かせる範囲っていうのが、だから論文的にもそうだし実際のね自分たちの体験的にもやっぱこのウォーミングアップとか動的ストレッチってのは必要なんで、ぜひ皆さんはこれから筋トレする前にしっかりとその日使う筋肉の部位を動かして体が温まってから筋トレをするようにしてみてください。これさ自宅でトレーニングしてる人もストレッチってやった方がいいよね。やった方がいいね。例えば腕立て伏せなんかはこういう風にね肩を動かすとか壁に手をかけてこうやってね胸を伸ばすだけでも全然ね効かせ方が変わってくるんで、そういうのをやるやんないだと全然違うんで、まあジムトレの人は
もちろんそうですし、宅トレの人もやってみてください。続いて紹介することは、皆さんが取っていたダイエット中には良くないだろうなっていうあの行動が科学的に良くないということが証明されたことです。筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法3つ目は、睡眠をしっかりとる。皆さん睡眠不足とかで悩んでいたりしませんか？これ科学的に見ても睡眠をしっかりとることによってダイエットに効果的だっていうことが出てるんですね。睡眠をしっかりとるとなぜいいのかっていうと、レプチンっていう食欲を抑えるホルモンが増えて、グレリンという食欲を増やすホルモンをむしろ減らすんですね。まあ、つまりは食べ過ぎ予防につながって脂肪をつきにくくするっていうことです。逆に睡眠不足で睡眠時間が少なくなってしまうと、食欲が増えて夜中に何か食べてしまったりとか、食べ過ぎにつながった結果脂肪がついちゃうっていうことにつながります。睡眠不足ってもちろん筋トレのパフォーマンスとか仕事のパフォーマンスを落としちゃうし、かつ食欲がコントロールできなくなっちゃうってとこで、結構ダイエットと密な関係なんだよね。そうだね。それが実は科学的にも認められているので、その論文を紹介します。筑波大学で行われた研究では、睡眠時間が短いと単に食欲が湧いてくるだけじゃなくて、太りやすい食べ物を摂取したくなるっていうことが分かったんですね。まあ、つまりは糖質とか脂質が多いジャンクフードを食べたくなっちゃうっていう結果が出てます。夜食とかそうだよね。あ、そうだね、うん、あの時ってなんかカップラーメンとかめっちゃ食いたくない？なるなるなる、なるよね、うん、皆さんもやっぱ会社員でね、夜な夜な遅くまでやって残業して家帰ったらちょっと遅い、そして睡眠時間が短いっていう日が続くと、なんかデザートを食べたりとかラーメン食べたりとか、そういう時ってあったと思うんですよ。これは僕たちも実際にダイエットをしてる時も経験をしたことなんで、明日からね、実際睡眠時間を8時間取れっていうのはなかなか難しいと思うので、できるだけ最低6時間の睡眠を目指して明日からダイエットを進めてみてください。続いて筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法4つ目は、タンパク質を摂取する。皆さんこのタンパク質って聞くと筋肉をつけるってイメージあるじゃないですか。で、この筋肉っていうのは常に減ったり増えたりしてるんですね。まあ、どういうことかっていうと、例えば皆さんが朝忙しいからご飯食べずに昼に初めてご飯食べたとします。そうすると朝から昼までの間って栄養がないからどんどん筋肉って分解されちゃってるんですね。あとは運動しなかったらその分筋肉って減ってっちゃうんですよ。なので筋肉を増やすためになるべくこまめにタンパク質を取ったりとか、筋トレしてタンパク質を取って筋肉を増やしたりとかっていうのが必要なんですね。まあ、こんな感じで筋肉をつけるためにはタンパク質っていうのは必要なんですね。ただ皆さんどうせだったらなるべく効率よく筋肉つけたいじゃないですか。そこでタンパク質の一種であるロイシンってものがたくさん入ってる食べ物を食べてほしいんですね。タンパク質には20種類のアミノ酸が含まれていて、その中の一つでロイシンってものがあるんですね。で、このロイシンっていうのが筋肉を大きくする上ですごく重要っていうのが研究で明らかになってるんですね。ちなみにこのロイシンっていうのはどういうタンパク質食材にいっぱい入ってるの？まあ、タンパク質って、まあ、納豆とかさ、魚とか肉とかいろいろあるんですけど、基本的に肉魚に入ってるんですね。で、肉魚の中でも特に肉だったら鶏胸肉とか牛赤身肉とかで、魚だったら鮭とかっていうものはロイシンがたくさん入ってるんで、いろんなねタンパク質ありますけど、なるべくそういったものから取るようにするとより効果的になると思うので、ぜひ食べてみてください。ここから後半戦になります。筋トレ科学から見たお腹の脂肪と総法5つ目は、ストレス発散をする。日頃仕事だったりとか人間付き合いで溜まったストレスを適度に発散することによってお腹の脂肪が落としやすくなるんですね。これなぜかっていうと、ストレスが溜まるとストレスを溜まったことによってコルチゾールっていうホルモンが分泌されるんですね。このコルチゾールっていうホルモンは過剰に摂取されすぎちゃうと脂肪を蓄えたりとか代謝を落としてしまうちょっと悪いホルモンに変わっちゃうんですよ。これも実際に研究データがあるんで紹介します。アメリカで4万人を対象にして BMI とストレスの多い生活の関係を調べた研究があるんですけど、この BMI っていうものが高いほど、つまり肥満体型の人ほどよりストレスの多い生活を送っているっていうことが分かったんですね。そして逆に体重が低い人ほどストレスを感じることが少ないっていうことも分かっています。これ確かにさ、周りの人とか見てて思うけど、うん、忙しくてストレスが溜まったりすると夜食たくさん食べちゃったりとか、ラーメンとか飲み会に逃げるとか結構あるよね。あるね。確かに、だってさ、人間付き合いがさうまくいかないっていう時もさ、ちょっと相談で上司と飲み行くとかもあるしね、うん、だからこそこういうストレスが溜まったっていう普段でね抱えてるようなそんな悩みからダイエットが失敗しちゃうっていうことにも繋がっちゃうことがあるんですね。とは言っても人間が生きていく上でストレスなんて誰しもが感じるわけじゃないですか。だからこそストレスを感じるなっていうわけじゃなくて、ストレスを発散する方法をうまく見つけましょうっていうことなんですよ。よく言われるおすすめのストレス発散方法としては運動だったりとかサウナ、そのあたりなんですけど、僕らとしても本当にね運動、特に筋トレっていうのはマジで良くて、僕らもねやっぱ会社員時代って副業と本業とかで結構睡眠時間が少ない時が連日して続いたんですよ。そういう時ってもちろんストレスも溜まるし、で逆にそのストレスを溜まった環境下で筋トレでストレス解消みたいなこともよくやってたんですよ。特に会社員の方だったら中にはねもう事務作業しかしないっていうデスクワークが多い方もいると思うんで、こういった筋トレだったりサウナとか自分の趣味の時間を見つけてうまくストレス発散と向き合ってみてください。続いて筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法6つ目はヒートトレーニングをする。このヒートトレーニングって何かっていうと、20秒間全力で体を動かして10秒間休憩する、これを8セット行うトレーニングなんですね。でこのヒートってめちゃめちゃきついんですけど、たった4分で終わるんですよ。で短い時間で終わるのにダイエット効果がすごい高いって有名なんですね。これ俺らもさ大会に向けてマジで毎日やってたじゃん、うん、でもあの時
時に感じたのがアフターバーン効果もいいよね。そう、ヒートってそのヒートやってる時の消費カロリーもプラスアフターバーン効果って言って、例えば朝やったら夜寝るまで普段より消費カロリーが高い状態が続くんですね。まあつまり1日かけて痩せやすくなりますよって話なんですよ。でこのヒートってなんとなくダイエットにいいイメージあると思うんですけど、論文でもちゃんと効果ありますよって発表されてるんですね。これは2008年に若い女性を対象に15週間ヒートをやってもらうっていう研究を行ったんですけど、ヒートをしたことによって体脂肪大幅に減ったことが分かったんですね。でこの研究は女性を対象にしてるんで、僕らの視聴者っていうのはね男性の方が多いんで、まあ、僕には関係ないよと思ってる人もいると思うんですけど、まあ、さっきねタマが言ったように実際ね俺らも大会前にヒートやってたんですね。でもちろんヒートだけの効果じゃないんですけど、ヒートを取り入れたことによって1ヶ月で7キロ減量成功したんですよ。あとこれはね僕ら以外にも実際にダイエット企画に参加してくれた友達の達夫だったりとか、あと食事受講生の清田さんだったりとか、この方々もみんなヒートを行って1ヶ月でとんでもない体重を落としたんですよ。だから本当に僕らとしてもそうだし、周りの方も実際にやって痩せた方法なんで、このヒートトレーニングはマジでおすすめです。じゃあこのヒートトレーニング何やったらいいのと思う人もいると思うんですけど、僕らが実際に大会前にやってたヒートトレーニングっていうのを過去のトレーニング動画で紹介してますので、ぜひそちらもやってみてください。最後に紹介するものはこれまで紹介してきたものの中で実は一番大事な方法だったりします。筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法ラストは継続をするです。これは僕らも普段から言ってることなんですけど、科学的に見ても継続をすることっていうのがダイエットにおいてはとても重要なんですね。ダイエット中にタンパク質とか炭水化物脂質を意識したような食事管理を行うこともそうだし、普段から筋トレをして筋肉をつけることもそう。そしてお腹の脂肪っていうのは特に最後に落ちる部位なんで、やっぱこういったことを考えるからにもダイエットにおいては継続することっていうのがとても大事なんですよ。ここである研究を紹介したいと思います。この研究では対象者を2つのグループに分けて、1つ目のグループは摂取カロリーを3分の2にカットしてそれを約4ヶ月続けるグループ、2つ目のグループは同じように摂取カロリーを3分の2にカットした食事を2ヶ月、そしてカロリー制限なしを2ヶ月っていうものを2セット行ったんですね。つまりこの B グループの方は合計8ヶ月続けたっていうことです。そしてこの A と B の2つのグループっていうのは摂取カロリーは同じだけどダイエットを行った期間っていうのが異なるんですよ。ただこの研究結果っていうのは同じカロリーでも4ヶ月実施したグループよりも8ヶ月実施したグループの方が脂肪が減少したっていう結果が出てます。まあこの研究をね見て僕らが何を言いたいかっていうと、結局無理をして2ヶ月間ダイエットを頑張り続けるっていうよりも2ヶ月頑張って1ヶ月休憩してとかっていうそういうメリハリをつけてダイエットを継続して行う、そういう方がダイエットの成果っていうのが出やすいっていうことなんですね。これはいつもいろんな動画で言ってるんですけど、どんだけ筋トレ頑張ったりとか食事制限頑張ったりしてもそれが続かなかったら意味ないんですよ。だったらいきなり最初からハードルを上げるんじゃなくて、まずは自分が続けられる範囲をやる、そしてそれができるようになったら少し増やすみたいな感じで、少しずつ自分ができる範囲っていうのを増やしていくとそれが無理なく継続できるようになっていくんで、本当に継続するっていうのはねめちゃめちゃ大事なんですよ。これは実際にダイエットに限らず筋トレの継続率とかも一緒で、1ヶ月間継続できる確率っていうのが 76%、 そして筋トレを1年間継続するのってわずか 4% なんですね。これと同じようにダイエットイコール辛いことって認識してる人が本当に多いからこそダイエットをすぐ諦めてしまう人が本当に多いので、最初から無理をせずにまずは小さなことから始めてダイエットを習慣化してそして継続できるように頑張っていきましょう。以上が筋トレ科学から見たお腹の脂肪落とす方法7選でした。今回の動画を見てお腹の脂肪落とすには腹筋トレーニングだけじゃなくていろんなことが科学的に見ても大事だと分かったと思います。そして僕らの元にもよくコメントで最初からダイエットを無理して失敗したんですが僕ら豆玉の動画を見て本当にダイエットをうまく継続してお腹周りの脂肪が落ちましたとか体重何キロ落としたっていうコメントが毎日のように届くんですね。だからこそ皆さんは最初から筋トレをハードに追い込むとか鶏胸肉ばかりを毎日食べるとかそういった辛いことをやるのではなくて、まずは自分のできる範囲の中で今回紹介したような筋トレ科学に認められた正しい知識をもとにやっていくことによって必ず誰でもお腹の脂肪を落とすことができますんで、ぜひ参考にしてみてください。ここまで動画を見てる皆さんはすごい勉強熱心だと思うし体を本気で変えたいと思ってると思うんですよ。もうその時点で他の方と差がついてると思うんですね。そんな皆さんが努力を無駄にせず正しい知識でダイエットができるように公式 LINE の特典をかなりアップグレードしました。公式 LINE を登録することでダイエットや筋トレに関する10個の特典も無料で受け取れますし、カロリー計算が分かんない方は一発で自分のカロリーが分かるようなものを用意してます。ぜひ無料なんで概要欄から登録してみてください。最後に筋トレ科学から見たお腹の脂肪を落とす方法7つを復習します。1つ目が腹筋以外のトレーニングをする、2つ目が動的ストレッチを行う、3つ目が睡眠をしっかりとる、4つ目がタンパク質を摂取する、5つ目がストレスを発散する、6つ目がヒートトレーニングをする、7つ目が継続することでした。明日から小さなことでもいいので今日紹介した7つのうちの1つをまずは試してみて夏に向けてダイエットを継続していきましょう。というわけで僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれた方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。いや喉本当にやばい。助けて助けて。結構4日目3日目かな。助けて。辛いもん食ってさここまで喉いかれるってやばくない？
やばいね。もう 100% あれよ。っていうことはまあ絶対そうなったら俺ももう 90% それだろうね。まあかもしれんな。だって喉がイカれる辛さだぜ。それ完食したんだぜ。ダメでしょ。ダメかもね。タマのあのやつは俺のこれまで食べてきた辛いん中だったらトップ5には入るかも。うん。あマジか、うん、だからよく食ったなっていうのがマジで感想なんよ俺の中で。そっか、結構いかかったよ。いやまあ確かに辛かった。だってあんな一口であんな辛いと思ったの。いや確かに、まあ、めっちゃ確かに辛かったわ。うん。